日本でも、太平洋型4番艦潜水艦進水式が行われる前に、台湾で、初の国産建造潜水艦1番艦の海根港が進水したとの状態を入手しました。今回は、台湾初、国産建造潜水艦1番艦、海根港を詳しく深掘りしていきます。北朝鮮潜水艦よりかなりかっこいい外観。台湾の潜水艦問題を考えると、オーストラリアと比べてしまう私がいます。オーストラリアの方が、国産潜水艦建造計画は早くに決まっていましたが、なぜ、こんなに差がつくのでしょう。フランスを選ぶからですよ。親潮潜水艦なら売っても。2023年9月28日、台湾がついに悲願であった国産の潜水艦の1番艦の進水式を行い、この式典へ参加した同国の蔡英文総統によって、同艦の艦名が、海根港ハイ君と命名されたことが合わせて発表された。今回、記念すべき台湾の国産潜水艦に名付けられた海根港ハイ君とは、同国海軍の艦艇名の定石となっている海に、動物の名である根を加えたもので、今度は、この艦級を海根級と呼称することとなった。根とは、動物名とはいえ、古代中国の思想家である曹氏が、その著作である逍遥遊編で述べている想像上の巨大魚の名称であり、地球上に実在する、または実在した実際の生物としての魚の名称ではない。ちなみに、曹氏の著作である逍遥遊編において、根は、北方の最果ての海に生息する体長が数千里もある巨大魚とされ、これが、やがて、鳳と呼ばれる巨大な鳥に変化するものと記されており、これも、また伝説の怪鳥である。日本では、どちらかといえば、根が変化した後の姿とされる鳳という怪鳥の方が知名度が高いように思われ、それを指す大砲は、太平洋戦争中の大日本帝国海軍の航空母艦の名称にも用いられている。ことほどさように、根とは、中華圏では、スケールの大きな愛すべき対象として捉えられている名称であるといえ、今回、台湾海軍が、その名称を国産潜水艦に冠したことが、どれだけ期待が大きいかを伺わせる。台湾海軍といえば、これまでに、4隻の潜水艦を保有、運用してきているが、古い方の海式と呼称される2隻は、太平洋戦争中にアメリカが建造した天地級潜水艦を1970年代にもらい受けて運用を行ってきたものである。そうした経緯を持つ海式は、1番艦の海氏が2014年にマスメディアに艦内の一部が公開されたが、すでにかなりの年数を経た老朽であるため、わずか20メートルほどの潜航しかできないと、その時点で指摘されていた。また、次の海竜級は、オランダ海軍のズワールトフィス級潜水艦を、1980年代に2隻購入したものだが、もともとの計画では、全6隻を調達する予定であったものが、中国政府の政治的な横やりによって、その数にまで減らされた経緯がある。そのため、台湾では、海士級2隻と海竜級2隻の後継艦として、通常動力型の攻撃型潜水艦の新規調達をアメリカを通じて行うべく交渉を行ってきたが、結局、アメリカは、自国では原子力潜水艦しか建造しておらず、この要望に応えられなかった。かたや、中国は、1980年代に、すでに政治力を駆使して、オランダからの海竜級の調達を2隻まで阻止減させることに成功したに止まらず、市場改革、開放路線が功を奏し、1990年代以降、ますます経済力を蓄え、キレに伴い政治力も肥大化させている。この状況に、台湾では、外国からの潜水艦の調達は事実上困難だと判断し、国産によって潜水艦を建造することを2020年に至って決断。同国南部の主要都市にして、最大の港湾都市である高雄市において、その建造をスタートさせる。この高雄市において、台湾の悲願であった国産の潜水艦の建造を担ったのは、同市に本拠を構える台湾国際造船公司であり、2008年に株式公開によって、国営企業から
民営企業へと変遷を経た民需、軍需の双方に対応した造船企業である。台湾国際造船公司は、実は、歴史的には、日本との関わりが、非常に深い造船企業であり、大本は、日本が統治を行っていた1919年に、元高船協株式会社として、同地で工業を営んでいた日本人経営者によって創設された経緯を持つ。元高船協株式会社は、太平洋戦争開戦前の1937年、三菱重工業者や台湾銀行、日本郵船社等の共同出資によって設立された台湾船協株式会社が、同社を吸収、合併して、その一部に組み込まれるという流れをたどった。しかし、ご存知のように、1945年8月に、日本は太平洋戦争において、アメリカをはじめとする連合国に敗戦し、台湾からは撤退。当時は、まだ中国大陸にあった国民党政府が、台湾船協株式会社を傘下に収めることとなった。そして、翌1946年、台湾船協株式会社はの複数の企業を合併して台湾機械造船公司となり、さらに、これが、1948年には、台湾機械造船公司と台湾造船公司という、二つの国営企業に分割されることとなり、役割を分担して継続される。やがて、1949年に、中国大陸では、中国共産党が支配する中華人民共和国が成立、国民党は、その争いに敗れ、台湾へと逃れながらも、いずれは、中国大陸に反攻を行い、その支配権を奪還するという政治目標を掲げた。しかし、こうした国民党のスローガンは達成されることはなく、時代は流れたものの、その前提を捨てきれない台湾では、1973年に中国造船公司を名乗る企業を創設、当時の日本の石川島播磨重工業者の助力を得て、体制を整えた。そこから5年後の1978年、この中国造船公司と台湾造船公司とが合併に至り、以後2007年まで中国造船公司の企業名のまま存続し、形骸化しつつあったとはいえ、やはり台湾が本来の中国であるとの体裁を続けた形であった。そうした経緯をたどりつつ、2007年2月に中国造船公司は台湾国際造船公司へと企業名の変更を実施し、当時の台湾の陳水平田総統らの政権が施行した脱中国施策の一つとも、台湾のアイデンティティの醸成が目的とも解釈され、今に至る。こうして、今の台湾国際造船公司となった同社は、今回、台湾初の国産潜水艦、海軍を進水させたが、同艦は、排水量がおよそ2500トン、全長が 70.0 メートル、80.0 メートル説もあり、全幅が 8.0 メートルほどと報じられている。海軍は、機関部には、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、オーソドックスなディーゼルエレクトリック方式が採用されているが、蓄電池にはリチウムイオンを用いるなど、今の日本の潜水艦の体型型と同様な構成とされている。世界的な通常動力型の攻撃型潜水艦の機関部の構成としては、何らかの非対機依存推進を搭載したものがトレンドではあるが、これは、その形式が、通常動力型としては、比較的、長期間の連続潜航が可能なことを希求したものと考えられる。台湾の場合は、中国大陸との間に、100数十キロメートルほどの台湾海峡を隔てて対峙する地理的な環境ゆえに、他国ほどには、通常動力型の攻撃型潜水艦の、そうした能力には拘泥していないのではないか、という見方もできそうだ。一部のマスメディアの報道によれば、海軍の性能は、潜航深度で350メートルから420メートルほどではないかとの記述も見られるが、台湾海峡の水深の大半は、およそ50メートルほどであるため、十分な性能と言えそうだ。また、海軍の建造費は、およそ493億元、日本円換算でおよそ2280億円とも伝えられており、海上自衛隊の最新鋭の太平型の一番艦にして、ネームシップの太平が同およそ800億円とされていることに、比すれば高額感は否めない。しかし、裏を返せば、日本の海上自衛隊の場合、
毎年一隻ずつの潜水艦の新造を維持し、建造コストの抑制を実現しているとも考えられ、現時点で台湾は8隻の海軍の建造を決めているため、今後は低減していくことが予想される。海軍にはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦にも搭載されている AN/BYG-1 をベースとした戦闘管理システムが採用され、主兵装も6門を装備する 533mm 魚雷発射から、同海軍のマーク48超魚雷や、以後は、ハープーン追艦巡航ミサイルの搭載も見込まれている。